というわけで今日はねリク君がねやってきてくれました。リク君は今マイクロバブルに使ってるんですけどね、どうですかね使い心地は。今日はね夜雪が降るかもしれないね。ね、その前に温まってね雪を迎え撃ちましょう。この間の雪どうでした、遊びましたか。降ったの知らなかったんですね。なるほどね、僕こたつにいたから分からない。あ、なるほどね。1月の雪はどうでしたか。降ったの知らなかった。僕ストーブでスルメ焼いて食べてたから知らない似合いそうな顔してるな、スルメがマヨネーズかけてね、美味しいだろ。ずいぶん子供だからちょっと七味はかけられないけど、毛が抜けてきましたね。いい感じですね。毛穴の奥までねこの細かい泡が届いてね。そうだよ、泡が届いてね、汚れを落としてくれるんでね、マイクロバブルはね何もしなくても勝手に抜けてくるんですよね、じゃあまあそんな感じで、いつも優しいお母さんに何かコメント。飲んじゃダメだよ水。今日もスルメ食べていい。いいですよ。以上、リークくんでした。さようなら。